ケンブリッジテクノロジーパートナーズ株式会社は東京都港区に所在するコンサルティング企業である。ファシリテーション型コンサルティングとはソリューションの提供ではなく顧客自らが変革することを支援するコンサルティングのスタイルである。ケンブリッジではコンサルティングのスタイルを提供される専門性と顧客との関わり方で以下のように分類している。 ケンブリッジのコンサルティングスタイルの分類方法先生方は、コンサルタントの専門知識を生かした提案をするが、提案内容を実現するかどうかは、顧客次第である。一方、ソリューション型は、コンサルタントが、ソリューションの導入を行う。しかし、自社のソリューションを前提にしている場合が多いため、顧客が必要とする解決策との適合度が、必ずしも高くない場合がある。 また、分析、提案型は、顧客に合わせた、課題解決のための施策を提案するが、先生型同様、提案内容の実現に、コンサルタントの関与は少ない。これに対し、ケンブリッジが標榜している、ファシリテーション型コンサルティングは、一般的に会議の手法として知られている、ファシリテーションを、コンサルティングに活用したスタイルのことである。これは、ファシリテーションの、 参加者の関与を促し主体性を引き出し全体での合意形成に重点を置くという考え方をプロジェクトの遂行に応用したものである。ステークホルダー全員が意思決定の過程に参加することで主体的にプロジェクトに関わる姿勢を引き出す。ケンブリッジにおけるカルチャーの分解構造ケンブリッジではカルチャーを競争力の源泉であると明確に位置づけている。理念 価値観とワークスタイルや方法論を関連付け、日々の仕事で実践している。特に価値観に関しては、実際の行動に照らし合わせて細分化することで、社員の評価基準として根付いている。フラグブロックコアバリュー主体的である献身的である、柔軟である、オープンである経緯を持って接する誠実である信頼を、得る業務変革の構想策定から、施策の実施、 導入まで支援を行う。上流から下流まで同じメンバーが一貫したサービスを提供している。ケンブリッジでは特定の製品販売を行わないことでプロジェクトの状況に合わせた対応ができると考えている。特定のベンダーに縛られることなく製品を選択している。80から20の法則に基づきより効果の高い部分に絞り込むことで 短期間での導入を実現している。納期と価格を事前に合意し、保証するサービスを提供している。a b ケンブリッジテクノロジーパートナーズ株式会社、第24期決算広告、Adobe、Adobe ウム m p o s 2019にて2019年度の Adobe スペリエンスメーカーアワード及び、マーカッとチャンピオンの受賞者を発表。2020年2月24日閲覧。オーバービュー。 2020年2月24日閲覧。他社との圧倒的な違い。ファシリテーション型変革コンサルティングのケンブリッジ。ケンブリッジテクノロジーパートナーズ株式会社。ファシリテーション型変革コンサルティング。2020年3月10日閲覧。ありがとうございます。